というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。今更なんですけど、うん、M1 見ました？いや、実は今年ね、はい、見てないんですよそもそも M1 の日間違ってたでしょ。まあね、うん、僕その後帰ってみたんですよ。録画もね、今回しなくて。というのもなんかもう、なんだろうな、はい、僕の好きだった芸人さんたちがもう出なくなっちゃって。まあだってね、縛りもあるから。それはもう新しいで、下からなんかまあいろいろね、若い人が出てくるんだけど、はい、なんかやっぱそこら辺でちょっと自分の好きだな、こういうのっていうスタイルの人があまりいなくて。だからコーンフレークのあたり、ミルクボーイさん、うん、あそこまでは見てたんだけど、はいはいはい、この2年ちょっと流し見というかね。あで、今回に関しては録画すらし忘れちゃったんでよほど見る気なかったな。あ、見てなかった。でも YouTube で見れるんで、ぜひ見てほしいなと思って、うん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 。でまあ、これ言ってもいいのかな、うん、きあの言っもう優勝したのがなんていうコンビかっての知ってますか。あ、ウエストランドさんが優勝しまして、うん、まあ、ちょっと今日の動画かな、うん、上がったので、ちーちゃんさんとかも言ってくれてたんですけど、うん、ちょっと悪口の感じ似てますよねみたいな。おお、なんかそういうネタだったんですかそう、まあ、結構その悪口を、もともとだってウエストランドって、はい、笑っていいと思うんでレギュラーになった時、そうです、そうです、ちょっとプチブレイクというか、うん、若干しましたよね。はい、でもなんつうか自虐系の喋りネタっていう感じだった。そっか、やっぱなんか僕がちらっと、うん、インタビューとか見た感じ、うんうん、その悪口系がやっぱ好きだけど、うんうん、炎上しちゃうから、おなるべく抑えて抑えてやったけど、うんうん、去年かな、うん、準決勝か準々決勝で落ちちゃったから、うんうん、もう全開でいこうから。おうおうおう。で今回もう本当に手当たり次第、うん、もう叩きまくって、おうおうおうもう優勝かましたんで、おうおうおう、あこれはロックだなと思って、おう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 、はい、むしろ面白かったんですけど、はい、じゃあこあれじゃないですか、ちーちゃんがなんかコメントしてたけど、どういう意味かなと思ったけど、うん、そういうことだった。そう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 、ね、結構その悪口メインで、こちらは先じゃないですか。いや、まあ後とか先とかはあれだけど、こっちは先ですよ。まあまあ、まあ、M1 で披露したんだ。翼さんも M1 で初めてネタを見たんでしょ。今回のはね、だったらこっちが先です。まあ、まあ、まあ期限がどうとかない、うん、まあでもね、大体そういうなんつうか、はい、被るのよ、そういうこと。まあまあね、そう、仕方ないですね。音楽性が一緒なのと同じで。せやいな、うん、狭いもんだ。そりゃそうなんですよ。それは言いたかっただけなの。まあの中にもちょっとやったんですけど、うん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 、全くネタ見てないですか。全く見てない。あ、そうですか。はい、そのウエストランドのネタの中に、うん、まあ、いろんなところをディスるんですけど、うんうん、そのね、舞台役者をちょっとこうをかましてきたなみたいなのがあって、もう大体もう僕の中でも舞台役者と言った瞬間にどういう系でディスられてんだろうなってのは僕は想像つきますからね。ありますか。で僕も日頃、はい、言うでしょ、その似たこと。まあまあわかりますよ。僕もどちらかというと、はい、舞台は反対派ですからね。そうですね、これは本当にそうだから。まあ、うん、ただ改めて言ってみますけど、舞台に対してなんか僕は、うん、反対とかはないんです、うんうん、まあもともとそういうところもね、はい、経験してるから僕はありますし、ね、舞台でしか得られない、うん、なんですか、勉強とかもある、うんうん、あるのはあるんだけど、うん、そのシステムが良くないと。そうそうそう。これまあ、見てる方は分かんないかもしれないですけど、うん、舞台で僕じゃあね、はあ、何ですか、僕が思ってることとどれぐらい同じことを言ってたかっていうのはどうです。なるほど。本当に見てないですよ、僕ね。はい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 。僕はもう、その前から翼くんに言ってますよ。はい。舞台はまあ、こういうもんだから。はい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 。だから、なるべくもちょっと、足を洗った方がいいというか、はい、地上の方を見て、うん、ね、うん、やっていきなさいと、はい、僕は日々言ってました。言ってますね、はい。僕何がね、うん、ああいう舞台のダメかという、はい、まあ、舞台と言っても、うん、これ知らない人ちょっと勘違いするかもしれないですけど、うんうんうん、はい、有名人が出てる舞台ではないですから、ね、大舞台ではないです、ね、まあ、いわゆる小劇場とかいうような言い方をしているような、ね、まあ、この近くにも新宿村っていうのがありますから。ああ、もう、まあ、そうです。あれでもまた大きい方です、うん、はい、まあ、ただそういうもの ね、まあ、ね、はい、うん、あるんです。僕が本当に思ったのは、うん、結局、うん、一元客はいねえ。うん、うん、一元客いないんですよ。なるほど、はい、ね、はい、まあ、例えば翼くんが舞台をします。来てくれるのは、うん、まあ、昔同じ舞台で一緒になった仲間が見に来ますよ。ああ、そうね。今度その仲間が舞台をやると、今度翼くんが見に行くんですよ。ループしてるだけなの。ああ言ってた。てか僕はもうそこしか思わないのよ。そこしか思わないの。まあ確かに僕は前から言った一元客がいねえと。うんうんうん、で大体フラッと歩いてます。ありますよ、小劇場とか、はいはいはい、ポスター貼ってます、はい、なんちゃら舞台出演者誰々、はい、知らねえっていう話。誰も知らねえの。あのね、言ってる。だからやっぱね、同じなんだよこれ。本当に言ったか、僕見てないんですよ。そうですね。だしこの話は僕は数年前から翼さんに言ってるのね。これはもう僕をまあそのいろんな意味で育成というかね、うん、答え言っていただけてるんですけど、ただ本当に舞台は僕はいいものだと思うんです、うん、いいものだと思うんですけど、はい、役者的に思うのは、はい、
芝居をがっつりできるからね。いや、まあ、だし、なんかね、その、まだ違うんですよ。うん、難しいことないですけど、うん、まあ、映画とかね、ドラマとかももちろんいいものなんですけども、うん、舞台って基本時間をかけて作るっていうものだから、うん、まあ、完成度が違うとかね、生のものだからとか、本当にいろいろあるんですけど、まあ、しょっぴいて。まあ、あとね、だからそういう、まあ、本当にこれ事務所が言うもんじゃないかもしれないけど、もうギリギリ役者というのにしがみついてるんですね。いや、まあ、いやいや、本当に芸術的にやってる人もいるんです。うん、ただ、まあ、僕も見に行ったことありますよ、うん、あ、そうですね、うん、面白かったら試しない。おい、それは翼くんが出てれば翼くんが芝居してるということで見ます。はいはいはい、だから、うん、自然と面白く感じる。はいはいはい、知らねえ連中がやってる芝居見ても何も面白くない。睡魔しか来ません。まあでもそれは確かに一個の感想としてね、うん、あり得るもんだから仕方がないですよ。うん、まあいいですよ、はい、結論的に言うともうね30またいたら舞台には出るって話ですね。いや僕もね、うん、仲間がいるから、うん、本当に30を超えてもやってる人もいるから、うん、本当にあまり言いたくないんですけど、うん、ヤバめの人しか出てないポスター。恨みたらね、ね、やべえんですよ。本当にあーっていう人しか出てないから。うん、まあいいですよ、はい、だから僕はおいいこと言ってくれたウエストランドだと思いますよ。これをだから本当に舞台役者とかは受け止めなきゃダメ。まあ本当にいいものもあるけど、うん、確かにお互いがね見に行ってるだけで自分のファンが増えねえとか、うん、これよろしくないと思います。まあほら面接がうちにもね来るんですよ、はい、そういう人が、うん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 、ダメダメ本当に。おお、なるほど、うん、まあ、まあまあまあこれはね、うん、はいはいはい、まあ、ちょっと M1 からうん、言いたかったウエストランドさんがちょっと似たようなレースだったって言いたかっただけなんですけども、うんうんうん、まさかここまで思考が一緒だとは思わなかった、うん、はい。だからあのウエストランドの人ってのはそういう経験があるんですかね、はい、だからちょっとあれなのがその要はウエストランドさんも誘われるわけですよ。今度舞台あるから見に行く。まあまあそうですね、うんうん、あそういう意味で誘われる側で言ってるんだ。そう結局でまあお互い見てやって向上しねえだろうって言って、うん、5500は高え、後ろのポスター見たら知らんやつがみんなこんなやってるんで、うん、なんだあれ。だから僕ここでちょうどいいからあれですよ、うん、前翼くんが舞台出ましたよ。はいね、家政婦さんと、うん、まあ、その時にうちから会社で花輪出しましたよ。あの画像でも出してみたら久しぶり。そうですね、僕たちが出た時にはこれ出して、はい、伊藤の塔がちげえっていう。あれまだあったから。いやもうなんか写真撮った時に直されてたかも。ああそうですね、あ、まあ、でもあの画像あるでしょ。 あ, りますあれ上げときなさい。もうこれ僕がね、舞台に出た時にそう、ここもちゃんと、ね、はい、あれがラスト舞台だった翼くんのね。そうですね、はい、まあ、あの舞台はまあまあいいものだったんですけども、うん、まあまあ、実際そういうものもあるよねっていう話になっちゃったから、うん、はい、タグトの話しようか。まあそうですね、うん、まあ今日がこれが最後かな。そうです、土曜日に上がるんです。はい、まあまあ別にもうなんか、うん、うん、ほら、うん、さりげなく見ちゃったあの人の動画が衝撃的すぎちゃって、本来はあれを土曜日に持ってくるべきだったかなって僕は思うんだけども、だからもうネタ枯れはしてるんだよね。はいはい、ただまあ一回どっかで喋りたいなと思ってたことがあって、なんですか、まあ PVP のために今ガチャしてるじゃないですか。まあ基本的にそうじゃないですか、ね、はい、まあいろんなキャラありますよ、はい、翼くんだって噂には聞いてる強いキャラっているでしょ、うん、噂には聞いてる未所持なんだけど、使ったこともねえけど、クソ美課金でガチャをほぼしない翼くんは未所持なんだけども、はい、噂には聞く強いキャラ、まあ、例えば何ですか。まあ今だったらまあ今でもいいですか、うん、まあガルマッド聞きますよね。はい、はい、まああとはジャミラスもうこれは絶対よく聞きますよ。そう、フリーな。あ、新しいのがいいんですか。フリーよ。じゃあまあもっと新しいのまあガルマッドでしょ、うん、え、ちょ、水着もフリーな。古いの、水着も古いの。何言った。あ、じゃあ分かった、クイーンガル。そうそう、例えばクイーンガルとガルマッドとか今本当にブイブイ言ってますよ。まあ超ブイブイでしょうね。まあ出てくる。はいはいはい、まああとだから古いので言えば、まあ神竜とかグレイナルなんていうのはね、うん、未だにね、うんうん、使えますよ、うん、でこれグレイナルは上と50、うん、それやばいですね、ガナサダイ65なんじゃそりゃっていうね、虚しい悲しい、はい、まあ、そういう差も出てくるし、うん、やっぱりこのウエイトでこの強さはないんじゃないか、うん、はいはいはい、逆にプラスしてもいいんじゃないか、うんうんうん、逆にこれはもう下げてもいいんじゃないか、そんな話も出てきますよ、うんうん、確かにね、もうなんなら過去のクソみたいなキャラを65だった魔王をね60とかに下げたら、はいはい、いやマジでありだと思う、はい、うん、そういうのもある、うん、でもねやっぱりいろんな強いキャラってあるんだけど、うんうんうん、使い手によってね、その強さが全然違うのよ。ほう。やっぱ僕はね、自分でも例えばクインガル、はい、ガルマッゾ使いますよ、はい、うん、でも相手が使ってて、うん、あ、うめえなこのやり方とか、ほう、やっぱ感じるキャラっていっぱいいるんですよ、はいはいはい、その筆頭っていうと、まあ、ちょっと前で言うとセラフィーなんかまさにそれなんです。水のセラフィーがね、そう、セラフィーってここで何をするって時に、まあ攻撃をするか、うん、回復をするかとか、うん、まあいろいろありますよ、はいはいはい、うん、とかね、まああと初期の配置ももちろんそうなんだけど、それでやっぱりね、一番そうやってああうめえなって人が使うと思うのはセラフィーなんです。
へえ。まず一つね、はい、それからクインガルですね。クインガル、はいはいはい、うん、これも攻撃をするか、はい、回復をするか、まあ、なんなら仲間の状態異常回復で倒せると、はい、これを使う、うん、どこで使うか、もしくはまあ特技書をまたつけてて、いろいろとね、うんうん、まあ大体二段攻撃してくるんですね、ラリオまたあとプラス何かをつけて、はいはいはい、まあこういうので状態異常をかましてくるか、攻撃で火をギラを使ってくるか、仲間を回復するか、まあこういうのも使える、はい、あとはねガルバッツォなんていうのはまあ一気に飛んでいく技ありますね。 あれもやっぱりまあ、フェニックスと一緒で、うん、最終着地点っていうのもある程度計算するわけですよね。なるほど、飛んでいった先のね、うん、そう、あとその前のキャラクターの位置によっては、はい、全部の相手が入るのにいけない時あるんです。あ、着地点がここだから、この3体本当は3体いっぺんにいけるのに、ある1体がそこにいるが、仲間が1体いるがためにそこに着地ができないもんで、はいはいはい、そこに打てないとかが出てくるんです。ほう、邪魔されるんだ。僕なんかはもうほら適当にやっちゃうもんだから、そうやってわーしまったっていうのはいっぱいあるわけですね。適当にやるなよ。そう、でもやっぱりそういうのも計算してるとか。はい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 、まあだから分かりやすく言うと、まあ、先にこう、動けるキャラで相手の道を塞ぐっていうのがまさにそれも秘訣の手ですよ、はあはあ、なるほどね、はい、うん、だからまあやっぱりこういうのも思います。おうおう、うん、それからね、はい、クイーンガル、うん、あ、違う、まあ、やっぱりね、バーバラ。あ、一番新しいやつだな、うん、はいはい、これがやっぱりね、なんつうの、これはもう根本的に難しいんだけど、まあなんかね、マニュアル車だみたいなこと言ってましたけど、うん、で、あとまあやっぱり初期配置によってはね、うん、一発でもガブで落とされちゃったりとかするんだけど、はい、その後でね、やっぱり手強く感じるパターンと、うん、そうでもないパターンと、ほー、うん、やっぱ若干感じたりする。だから、はい、うん、まあ本当にここ最近新獣以降のね、はい、キャラクター、まあオメガとかもそうなんだけど、やっぱ本当に使い手によって、あとはスピードのそのバランス加減ですよね、うん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 、によってね、だいぶ違う。だからやっぱかつてジャミラス言われましたよ、使い手によって全然違う、うんうんうん、ね、これやっぱりピオカンとかね、あ、はいはい、そういうのもあるし、はい、そのためにわざと微妙にね、うん、中速パーティーにしといて、うん、ピオリムにひっくり返すというやり方を取るパターン。これ全部先手取ったらピオリムする意味ないからね。そうですね、正直ね、カウンターにならねえからね。そこで先手全部取ってるのにピオリム打ったら無駄なだけだからね無駄ピオになっちゃうから、うん、はい、だからやっぱりこういうのもね、はい、うん、なんつうのかな、その、うん、メイン火力の技と、うん、まあデバフだと、バフね、バフ、はい、うん、とかをの使い分けがね、うん、やっぱり上手い人っつうのはうめえんだなって。ダイスラの構え方だとそうですよ、分かりやすく言えばね、うんうんうん、あ、この位置に、あ、うん、はい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 、構えるのかと、はいはい、だからこれダイスラって何を一番気をつけなきゃいけないかというと、ガルマッツに引っ張られることですね。まあ全く身軽になれないから、そう、もしくは、はい、ギュメイにも引っ張られます。あ、そうか、うん、あ、ギュメイもあるのか。こういうのもある、うん、うんうんうん、とか、あとなんつうのかな、仲間全体、かばってる仲間全体に状態異常が入らないようなかばい方をするとか、うん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 、瞬時に相手のそのね、次にやってくる行動を読みながらかばうとか、ダイスラに右の隅とかに入られたらもうバンチキュースみたいな感じするしね、はい、まあ、確かにね、バカらしくなっちゃう、しょうもないですね、あれは、はいはい、そこに行くなよって絶対行くからねそこに行くよって言いますよねあの顔しながらね、そう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 、今そこ行こうかなって、はい。だからやっぱね、うん、本当に、うん、上手い人っていうのはこういうところでね、差がついてんだろ、細かなところなんですよ。それを、まあ、あの15秒の時間の中で、うん、あれこれ考えてる。だから僕は本当に15秒きっちり使うやつ、おっせなおいって思ってんだけども、はい、うん、やっぱ上手いやつっつうのはね、そこまでちゃんと考えて、うんうん、やってんじゃねえかなって僕は思うんですよね。はいはい、はい、まあ、さそうでしょうね、うん。だからやっぱそういうところを磨いていくと、うん、手持ちのね、はい、薄さ、例えば翼くんみたいな手持ちでも、もう少し上いけるわけですよ。ということだ、だから伸びしろの部分ですね、それが、うん。はい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 。まあみんなそういうことをやろうとしてんだけど、うん、僕の場合はまあそこまではもうね、うん、なんとか力で、うん、そのキャラの、ね、キャラの厚みで押して、はいはいはい、うん、まあいけるとこまでいけばいいやっていう人は、うん、そういうところはもうちょっとめんどくせえから、はい、勉強したところでというね。うんうん、まあだけどやっぱり本当に上手い人ってのはこういうところを日々研究してね。とやっぱりまあ3パーティーぐらいはある程度そのマップに対しての対応キャラを持っておきながら、うまくね切り替えて、なんかちょっと神竜に当たり始めたぞと思ったら違うパターンに変えるとか、まあ日々やってる環境でね、まあレジェンドに入ったらレジェンドの人と当たりやすくなるから、そしたら相手のパーティーを見ながらこうこうこうだと、でもやっぱりよく聞くのはレジェンド隊の上位になってくるとパーティーがみんなパクられてるからね、みんな似たようなパーティーとやり始めるとか。だから僕なんかはもう、ね、むしろそういうこともしないから常にオリジナルですよ。まあある意味というか、そうだな、そう、ああ、はいはいはい、いやそういうところで僕はね、なんか言われることは絶対ないんだけど、そうですね、パクリだとか言われないですね、そうそうそう、ガボ頼みしてるうちはね
ガボ頼みって、まあ、オリジナリティもクソも何もねえけど。強えんだけど、やっぱりね、続かねえの、運が。まあ、だって 30% でしたっけ、あれ。そう、だからやっぱ翼くんがね、麻雀で勝ち続けるぐらい続かねえのよ。まあ、難しいことだから。翼くんが連チャンするぐらい続かねえの。2回がいいとこなのよ。そうですね、日本馬見れたら。だからやってくれ、勝ち出れってあるから。会心出なかったら、本当にただの雑魚だからね、あれね。次のターンねえから。まあ、もうただ1投だけで終わるから。そうそうそう。まあね、やっぱね、本当に、うん、であとはやっぱり今ね、本当もう称号のためにキャラ入れてるなって人だな、うん、結構ちらほらとね、はいはい、出てきてるんで、うん、まあ、僕もちょっと、うん、そろそろ何かね、うん、みんなが使わないようなキャラでね、ああ称号で、ただ何の称号があるかって分かんねえからね、一応全部あるんじゃないです S キャラは多分ね、うん、うん、だからちょっとあとね、ああいう系統パーティーなんてのもあるからね、あ、はいはい、まあ、それはやろうと思えばいろいろとね、うん、組めるのはあるんだけど、まあできるとしたら英雄、はい、魔王系、うんうんうん、魔獣系、それから自然がいいとこかな、自然はジャミラスとかをエースにして、ね、はいはいはい、やればなんとか組めるだろうけど、うん、物質とかちょっと弱えよ正直、この今の環境ではね、サージタウスとかですか、そう、だからちょっと弱えよ、ね、そうですね、うん、まあ、ドラゴンは楽よ、ドラゴンはグレイナル、神竜、フォレスト入れられるからね、めちゃめちゃ強いじゃないですか、うん、まあ、だからこれはできるんだけどね、うんうんうん、ちょっとだから僕もそろそろそういう方向に切り替えていこうかなと、階級は関係なくしての方でね、まあちょっと遊んでみようかなと思うんだけど、まあちょっと今ね言ったのは本当に人によってね、なんかやっぱね人が強く感じるんだよ、人が強く感じる、そう、何なんだろうって、なんか自分が使うとあっさりやられるのに人が使ってるとなんかしぶてーなーってそういうのを思っちゃうね、なるほどね、同じキャラとは思えねえ、そう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 、まあでもなんかもう本当にこの PVP がね、うん、今後もずっと続くと思うと、うん、嫌になってしまうの、げんなりですね、疲れちゃうという、はい、どうしてもやらなきゃいけない状況というのが出てくるから、この報酬を考えるとね、そうですね、やらないわけにはいかないから、もう次のフェーズはね、年明けの、はい、うん、ここはもう多分報酬がおそらく全部取れてるような状況だから、うん、まあ、まあある程度ぬるくなるんじゃないかなとは僕は思うんだけどもね、いど、うん、まあ何にしてもね、本当に全てのコンテンツにおいて、うん、ちょっとずつ何かを変化させていかないと、うん、ダメってことですよ、まあ左中のね、うん、まあ、それよりまあ舞台の話でね、舞台のディスがとうとう出たかというね、うん、まあまあまあ、ね、まあツイッターも流れてきますよ、舞台の告知とか、うん、いらねえないの本当に集客できる人はいいんですよ、うん、本当にちゃんとね、そうじゃない実力が、なんで貴様らに 4,5,000 も出すのって僕思っちゃう、僕あれね1000でいいと思って映画ぐらいでちょうどいいと思って金額、まあ、確かに映画で高いですからね、いや高いんだよあれなんでこんな知らない人たちの芝居見てね、中には下手な人いますよ、いるんだよね、それでなんで4000とか5000とか出さなきゃいけないのかっていう話よ、もうまあやっぱ見に来る人みんな思うよ、うん、仲間だからね、しょうがないね、これは僕が思うのはね、ネズミ子かって思うでもね分かっちゃう、もう、うん、はい、まあそういうことで、はい、今回どちらかというとこの話の方がメインというかね、あ、恐ろしい、まあでも翼くんみたいにね、はい、あ、今までちょっと自分もハマってた時があるけども、うん、っていう分かってきた時っていうのはちょっとなんかね、すがすがしくなってくるでしょ、でも僕はどっちも、あっと思うもあるし、いいなと思うどっちもある、うん、でも、ダメな部分はダメだと思う、うん、はい、まあそういうことです、はい、今回はね、はい、なんて話をしてしまった、M1 の話でしなきゃ、まあしょうがないです、ウエストランドがそれで倒したって言って聞いたら僕もねそれに対しては不満がいろいろあったんでね、これ言わなきゃいけない、役者はいいぞ、はい、というわけでどうもありがとうございました、つばさチャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。